マイクロソフトフライトシミュレーターがアップデートされました。風が治ってるはずなので、フライト前の設定で風をセットしました。風の設定を確認すると、反映されてません。再度、横風になるようにセットします。ドイツ、フランクフルト空港。シーナリーが入ってます。最後にタクシングして近寄ります。クラブを取って、滑走路まっすぐ飛んでるように見えます。が、ちょっと空港ビルディングを見ようと、変なフライトしてます。揺れるけど、あまり風の影響は感じない。風を強くします。浮揚するとき、すっごい風を受けるんだよね。でも、地上にいると風を受けてないように見える。
横風着陸って感じじゃないなぁ。風のレイヤーを増やしてみよう。うちのジョイスティックだと、スプリングが硬くて難しいなぁ。トラフィックパターンに慣れてきました。
ジョイスティックが重くて、ラダーが荒いですが、まずまずでしたね。横風着陸ができるほど、風の再現性ができてるか、評価は保留します。